来るね。今通話がちゃいました。あ、もう入ります。入ります。はい。これもご存知ですよね。少し覚えてる。あ、いや、しっかり覚えてます。はい、ヤスワさんの、はい。何墓場？雨の墓場。雨の墓場。はい。手がですね、あ、そうですそうですそうです。こうって言うとちょっとラジオじゃ分かりづらいけど、分かりにくいですよね。手のひらを上に向けて、はい、雨雨降れ降れた、よくやりました。やりました。あ、そうですか。はい。これ昭和55年4月リリースのシングルで、はい、その年の日本レコード大賞の受賞曲ということ。こんな素晴らしい歌は。はい。この年の音楽賞の総なめ。あ。したやっぱりいい曲は今聴いてもこう、そうですね、いろんな思い出とともに残ってますね。はいはいはい、はい、まあこういうまずはね演歌からスタートしていったんです、まあ、演歌、演歌ですかね。演歌、歌謡曲なんですかね、うん、なんかあのね僕あの日本の演歌ってね結構ブルースだみたいに思ってるところがあって、なるほど、はい、あのちょっとまあ本場のブルースに比べるとちょっと重い感じはするんですけども、うんうん、はい、でもやっぱ詩とか、はい、まあそのね、あの情感みたいなところしっかりありますからね、はいはい、ここはね素敵だなと思ってます。さあ引き続いてですね、はい、今度はちょっとムーディーな、ムーディー、ルーディーじゃなくムーディーやね、はい、ムーディーな曲をですねなんか今ねちょろちょろとね、あの妖精が今スタジオの中飛び回って写真をパシャパシャと、はい、撮ってくださってます、ね、はい、はい、じゃあ次の曲をお聴きください。はい、おお古い妖精だなぁ古いの選んだね、よりによって。今日シャバダバって何分ぐらいで見てました？8分。あ、でも全然大丈夫、5分でもいいよ。タイトルがわかんない。キュアなんか知ってるか、こういうの生まれてないんだよ。そんなことない。古い、生まれてる。古いんだよ。昭和44年。あ、そうか、内山、内山広島生まれてない。生まれてないです、ね、生まれてない、はい、嫌な感じ嫌な感じ嫌な感じ。先生、これ昭和ロマン、このままあれで言うと何分ですか？27分。そしたら、はい、昭和ロマンで26分まで引っ張って、はい、スポンサー1分で27分、はい、で27分からコンシェルジュ8分、コンシェルジュじゃない、シャバダバ8分で、そうすると35分入りがコンシェルジュで、コンシェルジュが10分いって、立ち見番長が、45分で合います。あ、はい、はい、じゃあ、昭和ロマン26分そうですね、26分にスポンサー入りを目指しました。あ、了解です、はい、じゃあ、キリンさん、次の曲の時にシャバダバをください出た123 バーブさんだっけ？いたよね、その被害者。なんかブルースだけど、バーブさんだっけ？今月からや。はい。はい、お届けしました。いいですね。長崎は今日も雨だった内山田宏とクールファイブ。はい。青柿さん、まだ生まれてなかった。生まれてなかった。昭和44年2月リリースの、一応、この、グループのメジャーデビュー曲。あ、メジャーデビュー曲なんですね。なんかね、インディーズで一回出してるらしいんですよ。で、メジャーデビュー曲でいて、最大のヒット曲。素晴らしい。じゃあもうドンと立ち上がって、はい、そうですね、まあ、決して一発やってるわけではないですけど、そうですね、長くこう続けてらっしゃったと思います、あとね、ほらドリフのコントとかも結構出られてたりとかね。そうですよね、皆さん出られてましたね、はい、だから、あ、多分メンバーの方とかまであんまご存じないと思いますけどね、はいはい、宮本さんっていうですね、はい、あの後ろでコーラスをされてた、はい、ちょっと髪が薄くてですね、眼鏡かけられた、分かりました、はい、いらっしゃったと。一番特徴的な方。そうですそうです、はい、あるんでご近所さんなんで、あ、どうでもいいんですか
ジャズ知識ですね。小木田さんですね、はい、選挙とかも出られたりとかしてて、ね、あ、そうなんですか、はい、あ、そういう活躍されてるんですね。そう、 そういうのがあったっていうことですね。とってもこうまた改めて聞きたくなりました。なんかこういう、これぐらいの時代のこういうのもなかなかいいもんですね。はい、いいですね、はいはい、やっぱり雨に合うんですね。そうです、こういうシチュエーションでこう聞くと、うん、こうぐーっと来ます、ね、うん、なんか入ってくる感じしますね。はい、さあ、まあ、雨の曲、こういうね、あのちょっとこう古めの、シックな曲ばかりでもなくですね、割とこう、まあ、ロック系もありますし、はい、それからニューミュージック系もありますので、はい、残り2曲はですね、ちょっとそういうアップテンポな感じに、いいですね、少し変えていこうかな。そうですね、これちょっとどんよりとした雲をこう散らすような、はい、はい、行きたいと思います。それでは次の曲、こちらをお聴きください。ルビーちゃん早い。違う、イロハにポケットがあります。あ、今日いや、あと2分とか挨拶だけで。そうすると、あ、そっかそっか、大丈夫だよ、どっかで適当に終わってくれれば合わせていくから。24分です。前からしていきます。全然ない、そろそろ失踪しようかな。はい、撮りました、伊藤さんの2人抑えてますよ。すげえ必死に買って原稿を買ってこう、こうカッて読んでる、そういう空気感で、こうやってこう、そういう空気感のところです。うわ、あれ大丈夫です。あと、あと、あの向こうでみんなでえぇって感じで撮りましょう。いきますか。はい、こちらの曲はですね、モップス。あ、モップス。モップスもちろん知ってます。はい。はい、たどり着いたらいつも雨降り。はい。ですね。かっこいいですね。かっこいいでしょ。かっこいいですね。モップスって、一応グループサウンズのくくりになってるみたいなんですけど、まあ、グループサウンズの中でも結構ロック系の部類になるみたい、はい、そうですよね、うん、確かにかっこいい、そのなんていうんですか、こうメロディアスなっていうよりは、はい、ロックですよね。そうですね、はい、この音の作り方とかもそうなんですけど、これまあご存知の通り作詞作曲吉田拓郎さん、拓郎さんなんですね。そうです、なんで拓郎さんもセルフカバーしてますし、当時はやっぱりこうなんかロック系の人まだガーンって出てきてる時じゃなかったので、ニューミュージックとかフォーク系の方がこういうバンドとかに楽曲提供したりとかっていうのが流行り始めた頃だったんですね。もうじゃあプロデュースの走りみたいな、走りみたいな感じになってくるんじゃないですかね。はい、で、モップスのボーカルは、役者さんとしても活躍された鈴木宏光さん、はい、はい、ということですね。残念ながら2007年にお亡くなりになられてますけれどもね、はい、まあ、こういう、これも雨なんですか。かっこいいですね、うん、とってもこうしとしとと降る雨だけではなくてザーザーと降るような、はい、そうですね、なんかやっぱりこう人の心の動きとか、はい、なんかそういうものをね、ザーザーとこう雨になぞらえたりとか、やっぱりすることってやっぱ多いんじゃないかなって。日本人ってそういう意味では情緒豊かですよね。はい、それではですね、もう一曲、はい、実はご用意してるんですけども、はい、昭和53年9月のリリースの曲ですね。これもね、多分ご存知だと思いますし、もしかしたら今日テラスにいらっしゃってる女性のお客様がいらっしゃるんですが、知ら、あ、いらっしゃってますね、はい、ちょっとギブスはめてる人が、はい、あ、ギブスギブスはめてる、あ、だいぶこうきっとですね、軽いかげ、あ、ウルトラマンまでいただいて、とっても嬉しいです。はい、彼女なんかはね、もしかしたらね、こう熱唱するかもしれないという曲を立ち上がって、ギブスが壊れちゃうんじゃないかなっていう熱唱ですね。もうこういうシーンをね、見たい方はぜひ基盤のスタジオまでね、来ていただければ。いや、もうスタジオ前、最高に楽しいハプニングいっぱいですから。いっぱいですからね、はい、スタジオも、はい、外も中も。中も、はい、外も。弾けてる方いらっしゃいます。そうですね、なんかいつもと違うテンションですね。はい、それではですね、こちらの曲をお聴きください。いいですね、そうすると、はい、昭和ロマンを、うん、24分、はい、目安、はい、右分、イロハニホヘッドが2分、はい、イロハニホヘッドが番長です。45分で番長、はい、まあ、
はい、多分間の入れ替わりとかがあるんで46分ちょっととかになると思います。中継出てます。今日外雨、雨がひどいですっていう中継。今日は雨の日だし、現場からなちょっと海水水面が上がってますみたいな。雨が近づいてる。多分あそこ歩いてる。落ちました。なかなかいきなり一人喋りは結構きついんですよね。まだいるから本当に。お財布し。なんだったらレジを来なくても。いやいやいや、そんなこと思ってない。この人は思ってる。いや、思ってない、思ってない。そんなもん。そういうキャラでですけどね。ちょっと慌てて連絡があって、ちょっと慌ててる感があるときに、鈴木さんとどうでこうでっていうときに、ずっとロボットの話してましたから。盛り上がって。盛り上がってました。そう、全然ね。さつまきの話は、何が感じましたね。いや、今飲まずに、結局今日テンポに展開じゃないですか。で、職場の店に、そうです、あと報道ステーションにも出てて、報道ステーションで孫さんと並んでた方は止まっちゃったんですよ。フリーズしちゃって、で、あの技術者が昨日一日で最高と最低一気に味わいましたって。で、そのチームはそのまま銀座店と青山店に行ってセッティングして、もう今まで動かしてます。どうしますか、サビア系でどうします。フリーザスポンサーのところはもうそのまま入られる感じですか、ね、感じですか、はい、スポンサー、頑張ります。よろしくね。行きます。はい、はい、こちら水色の雨。素晴らしい歌唱力ですね、はい、今聴いてもね、はい、やっぱりこうこの声のボリュームというかかっこいいですね、はい、声が音がバッときますね、うん、やっぱり懐かしい曲でね、はいはい、喜んでいただけたんではないかと思います。もうギブスがなくなってる勢いで、はいはい、歌い上げられてます、ね、歌い上げていただきましたけれどもね、はい、八神純子さん5枚目のシングルということで、実はこの歌詞、はい、水色の雨という歌詞なんですけれども、ご本人が原宿の歩道橋を歩いてる時に思いついたんです。何かこうあったんですかね。何でしょうね。何か水色。何ですかね。って思ったんですかね。雨とかが降ってたりとか。水色の傘とかでもなく雨なんですね。何なんですかね。ちょっとご本人に聞いてみないと分かんないですけど。ここはお聞きしてみたいですけどね。はい。ということでですね、昭和ロマンのコーナー。はい、今日は青壁さんと2人で。そうですね。のびのびとさせていただきました。楽しく、はい、ご紹介させていただきましたけど。はい。はい、来週もですね、はい、まあ、梅雨入り。まだ続いてると思いますのでね。そうですね、また2人でお話しすると伸び伸びとできると思います。ですね、はい、はい、来週も雨の特集をさせていただきたいと思います。はい、昭和ロマンのコーナーでした。整え次第操作でお願いします。大体オンタイム。はい、どうぞ。いけますか。